本日はお忙しい中、奈良クラブ新拠点プロジェクト企画協会へお越しいただきまして誠にありがとうございます。この度、奈良クラブは地域交流の拠点、選手育成の拠点として大津観光庁に新設を建設することになりました。本日は本プロジェクトにご参画いただいておりますそれぞれ代表者にお越しいただき、プロジェクトのご説明をさせていただきたいと思います。まずはじめに本日の登壇者をご紹介します。株式会社奈良クラブ代表取締役社長浜田満、観光庁庁長森博則様、学校法人奈良学園理事長伊勢俊文様、奈良学園大学学長辻金一郎様、奈良県サッカー協会副会長山口博史様、大和信用金庫理事長森川義孝様、本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。それでは会見にいたしまして、株式会社奈良クラブ代表取締役社長、浜田満よりご挨拶を申し上げます。ただいま紹介に預かりました、奈良クラブ代表の浜田と言います。よろしくお願いします。本日はですね、コロナ禍の大変な時期に足を運びいただきましてありがとうございます。実はですね、2020年の2月の1日にですね、私が奈良クラブの代表に就任して、そこから、これだけ早い時期にこういった、拠点の発表ができるというのは本当に、私だけもしくは奈良クラブのスタッフだけではできるものではないというふうに本当に心の底から思っております。今こちらに一緒にご臨席いただいております三号町の町長森様、学校法人奈良学園理事長の伊勢様、奈良学園大学学長辻様、大和信用金庫理事長森川様、公益社団法人奈良県サッカー協会副会長山口様、また、本日ですね、この会場をお貸しいただいている、ダイヤハウス、工業株式会社の、未来価値競争センターとこのような素晴らしい、施設を貸していただいている、ダイヤハウスの皆さんにも本当に心から、御礼を申し上げます。ありがとうございます。今話をさせた通り、いただいた通り、私どもの力だけではこういった施設は到底できないものであります。一人ではなかなかできないですけれども、今回オール奈良で3世代が集う地域の社交場を作りたいという話をですね、一番最初に奈良県庁の方に相談にさせていただきまして、そしたら、実は三号町にですね、もしかしたら活用できることになるかもしれない施設があるということを、教えていただいて、そこから、始まりました。それが去年の12月ぐらいなんですけれども、そこから本当に、奈良クラブとしては無理を言ってですね、グランドの、購入だったりとか、あとはその作るときにですね、地区計画というのを作らなきゃいけないんですけれども、地区計画の策定だったりとか、またあと資金調達というのが非常に重要になってくるというところで、大和信用金庫森川理事長含め、皆さんに本当に助けていただきました。また奈良クラブというチームはもともと奈良市を拠点に、奈良県全域で活動しておりますけれども、当然、現在やっている場所があり、新たな場所で奈良クラブがトレーニングをするということになったりした場合、地域の皆さんだったりとか、
これまでそこの地域で活動されているさまざまなクラブの皆さんにも理解をいただかなきゃいけないし、その場所で住んでいらっしゃる自治体の皆さん、住民の皆さん含め、住民の皆さんをはじめ、さまざまな方々の理解を得て進めていかなきゃいけないと。ですから、我々は奈良クラブとして J リーグを目指し、こういったものを作ることが世の中にとっていいものだというふうに我々が信じたところで、社会の皆さんにとってこれはいいよというふうに言ってもらえるかどうかというのは全く分からないわけで、そういったところを考えていくと、今回我々としてはこれを作りたいといった思いにですね、皆さんが力を少しずつ貸していただいて、でメディアの皆さんもまだ発表しないでくださいというふうに僕はずっとお願いしてて、ずっと我慢をしていただいたりとか、いろんなことをさまざまな人にご迷惑をかけながら今日を迎えられるかと思っております。後ほど拠点について細かな説明をしていきますけれども、僕としては本当に、こういった日を迎えられ、ここから100年、続く、奈良クラブというのを、地域に愛されるクラブというのを作っていくという一歩として、今日を迎えられて本当に、嬉しく思っております。皆様ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、官房長長長森博之様よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは、三号上場の森でございます。よろしくお願いいたします。実は私どもはこの件にあたりまして約3年ほど前に、奈良学園大学様の三号キャンパスの撤退がお話をいただいたところでございます。そして、奈良学園大学様の方がやはり富ヶ丘キャンパスに統合するということで、はっきり言いまして今理事長学長がおられますので申し上げにくいんですが、非常にショックを受けました。でもそこはですね、一緒になって跡地を活用しようということで、頑張っていただいて、この17日には跡地活用の決定方針、それとどういう街になるのかっていうのを発表するところでございますので、また皆様、来ていただいたらありがたいなと思います。そしてそちらの方の奈良学園大学3号キャンパスって言われるところは13万6千平米というすごい大きな面積でございます。そして今日奈良クラブさんの方が来ていただくところは3号キャンパスのから出た外にあるところで、ここの面積が6万8000平米あります。どっちも3号町にっていうことじゃなくって、本学13万6000平米の方は3号町にっていうことで決算していただきました。しかしながらこのキャンパスは決まったんですが、グランドの方はということで、両者で、方向性を決めていこうということで、非常に、その辺は私どもも悩んでたところ、奈良学院様にとっても悩まれてたところでございます。偶然なんですが、先ほど浜田社長がおっしゃいました、奈良県の方にからなんとか阿古を奈良クラブに、話をしたってもらえませんか、要は私に県の方から仲介があったわけでございます。私喜びました。こうやっていい話が来たなと思ってですね、早速理事長学長にお話をさせていただいたところ、快く引き受けていただいたということでございます。そしてこれも先ほど浜田社長からお話しあったように、そこにやはり何をするのか、グラウンドを生かして、そして、空洞化することなく町の活性化に、頑張りたいって言っていただいた、そこにまたうまいことですね、入っていただいた大和信用金庫の森川理事長頑張っていただいたということで、先ほども申されましたけど、オール奈良で完成されたと
だと思います。三条にとってはこのつながりが町の活性化、そして、子どもたち、特に子どもたちの育成には非常に期待をしているところでございます。これからもこの産官学金、このつながりを持ってですね、やっていきたい。これほどこのどういう点ですか、産官学金がまとまった話で珍しいんじゃないかなと思います。今後とも力を合わせてみんなで頑張ってまいりますので、どうぞいつまでもご支援のほどよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、学校法人奈良学園理事長伊勢俊文様よりご挨拶を申し上げます。はい、学校法人奈良学園理事長の伊勢俊文でございます。この度ですね、学校法人奈良学園の将来計画として当学園3号キャンパスの機能を本年4月より富岡キャンパスに移すことになり、現在進めているところでございます。この件につきましては、先に令和元年の6月にですね、公表したところでございます。そこで、あと3号キャンパスの土地の一部であります市議産プランの発用についてですね、いろいろ検討してきたわけでございますが、森町長から良いご縁をいただき、奈良クラブ様に優勝ではございますが、そういずれすることになりました。奈良クラブ様には奈良県からの J リーグサッカーチームを目指して、また若手の育成のためにグラウンドをご活用いただけるというふうに聞いております。大変この度はですね、良い話であったと思っております。本当に皆様に感謝しております。本日はどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、奈良学園大学学長辻喜一郎様よりご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。奈良学園大学で学長しています辻でございます。よろしくお願いします。もうすでに皆さん方からお話がありましたけれども、奈良学園大学の跡地ですね、富ヶ丘キャンパスにあそこにある人間教育学部というのが、富ヶ丘の方に移転をするということになりまして、その跡地をどうするかということで大変いろいろ問題はあったと思うんですけれども、特にその指揮官のグラウンドに関してはどうしようかというのは本当に、何べんも考えていたでございます。ところがこの間、もう2年前になるんでしょうか、1年前ですよね、浜田社長が大学の方に来られ、ご挨拶に来られまして、でその時にいろいろお聞きして、浜田社長の描いている奈良クラブっていうものの将来ですね、それが非常にいいものであったと私は感銘を受けまして、この話がうまくことが運ぶといいなと思っていたんですね。で、それからしばらく一番冒頭に社長もおっしゃいましたように、いろいろな方々の援助があって、いろいろな方々のご了解もあって、それが実現することになってですね、大変嬉しく思っております。もちろん奈良学園大学のサッカークラブというのがございまして、その学生さんが、クラブの選手と交流ができるといいなとか、また奈良学園は大学だけじゃなくて、中高高校もありますし、ね、そこでのサッカーやってる方々もいるし、そういったようなことで連携してもらえると非常にいいなと思いましたし、それからまた浜田社長の理想の中には青少年の、ね、スポーツへの関心を高めたいという非常に強い気持ちがあると思うんですけども、サッカーを通してそういうことができるといいなということで、奈良県にとっても良かったことだし、
本郷町にとっても良かったことだし、奈良学園にとっても良かったことであるし、奈良学園大学にとっても良かったというような非常にこういい状況が作り出されて、本日のプレスの発表になったということで、本当に嬉しく思っています。いろいろな方々にご協力いただいたものと思いまして、それらの方々に、感謝の意表をしたいと思います。どうもこれからもよろしくお願いいたします。ありがとうございました。続きまして、奈良県サッカー協会副会長山口博士様よりご挨拶を申し上げます。一般社団法人、奈良県サッカー協会、失礼しました。一般社団法人奈良県サッカー協会副会長の山口です。よろしくお願いします。奈良クラブ新拠点プロジェクトについて、奈良県サッカー協会を代表して一言ご挨拶させていただきます。新拠点は、J リーグ参入を目指して活動しておられます、奈良クラブの、活動拠点として人工芝ピッチが、2面を要し、県内の私たちを建設して、現在運営しております。河原町にある奈良県サッカー、フットボールセンターと、同規模で複数面を要している人工芝グラウンドを施設として、奈良県サッカーの大きな拠点となります。ご存知のように、我々奈良県サッカー協会は、奈良県サッカーの普及育成、協会に勤めておりまして、特に育成年代の、小学生、中学生、高校生の活動拠点としてトレセン活動や競技会の開催会場としても、今後活用させていただけることは、奈良県のサッカーファミリー、サッカー界にとっても、環境充実面から見ましても大いに寄与していただける施設と確信しております。奈良県サッカー協会の、この施設が、できることによりまして、奈良県民のスポーツ環境がますます良くなり、皆が参加できるイベント、あるいはフェスティバルに企画してスポーツ文化を、育てるように奈良クラブと連携し、今後も、取り組んでまいりますので、ご協力をよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。続きまして、大和信用金庫理事長森川義孝様よりご挨拶を申し上げます。ただいま協会代表者大和信用の森川でございます。この度は奈良クラブ様の新拠点プロジェクトに大和信用銀行が地域金融官として参画させていただくことになり、また奈良学園大学様三郷町とともに地域の活性化に取り組むことを大変喜んでいるところでございます。奈良学園大学様の地域産グランドの場所に奈良クラブ様がサッカー拠点を整備されることで、三五町への交流人口が増加し、またサッカー選手の育成環境が整うことは、三五町にとって大きなプラス効果をもたらすものと期待しております。当銀行におきましては、今、三五町につきましては、平成26年ですね、町が掲げています、サッカー学金連携の、ローカル自慢プロジェクトというものが、スタートして、私どもがその時から一緒に三郷町と連携しながら活動をしてまいりました。こうした中で今本当に、その中で3つの案件があるわけですけども、まあ地域産のどか村という一つの村があるんですけども、そこのやっぱり農業に対して取り組みなどということで、そこに産官学金というのが入りまして、近畿大学がいろいろとICT 農法というのを活用してメロンを作るということに対する私どもが金融官として支援をさせていただいたということと、だから、今最近多いですけど、いちご栽培の創造においてもですね、
水栽栽培というか水栽培ですね、そういうものに対しても協力させていただいたということで、これは、当時は総務省管轄で、多分スタートしたかと思います。そういうところから、産業省との財務をお願いして、私どもが力を入れさせていただいた地域に金融化としてしっかりやっていこうということで進めてまいりました。そうした中でやはり、旅館等々も点在してますので、そこにはやっぱり温泉というものを皆地元の方もおっしゃっている中で、やはり温泉の整備や周辺の料理旅館に対する支援というところですね、私ども積極的にやらせていただき、多分皆さんご承知かと思いますけれども、市議の湯というものができまして、そこに、人が集まると、これ集客するのにはやはり地元だけでなしに、多分市議さんですから大阪の方から、これができることでたくさん来ていただいているというようにも伺っております。そうした中で、森町長と令和2年6月ですね、産業庁と町人仕事の創生に関する包括連携協定というものを、そういうような事業をやってきましたので、この機会に締結しようということで発動させていただきました。で、今回私どもはこの今話については、ちょっと具体的に話はお聞かせようでなかったんですけども、その時に森町長と浜田社長が、私どもにお越しいただいて、こういう考え方があるという中で、サッカークラブを立ち上げて産業庁でしっかりやっていこうという思いがあるということから、私は ある意味では産業庁を盛り上げていく中で一番クライマックスである大事なことかなというふうに思いまして、目の前に2人おられる中で、私はもう即決で、一緒になっていることを応援させてもらいますので、ということで、両家の方にも喜んでいただいて、具体的にそれを、進めさせていただくということでございます。そうした中で、今後についてもですね、やはり、皆さんお知らせのように連携協定とかいろんなことが出てますけども、それを具体的にするのは、やはり難しかったということが、今日この場で、皆さんに来ていただいて話しながら流れが、一つ一つきちっと仕上げていって、あとまたキャンパスが栄えると、やはり子どもさん、正常年を含めた子どもさんの対象にこれから育成していくということにも地域金融館として貢献できればありがたいかなというふうに思っているところでございます。本日のお店は、本日隕石を皆様と、また産業庁の今後のますます発展にして、奈良クラブの発展とご記念申し上げまして、あらら簡単ですけれども、挨拶をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それでは、今回の奈良クラブ新拠点プロジェクトの内容につきまして、浜田よりご挨拶をいたします。改めまして浜田です。今回の事業を説明する前段ではあるんですけれども、まずちょっと私自身の、ことについてもちょっと触れさせていただきたいなと思ってます。僕自身ですね、大学時代に国際協力について、結構勉強をしまして、特に中南米なんですけれども、で24歳から26歳まで南米のベネズエラというところで仕事をしていた、大使館でですね仕事をしていたわけですけれども、その時ですね、ODA を使った地域というか国際協力ですね、発展途上国に対しての ODA を使った援助だったりとか、そういった現場も含めてさまざまなものを見させていただいて、
僕自身ですね、確かにお金を使った、地域の協力で、確かに、喜ばれているものもあるし、まあ、そうじゃなくて箱物を作ってそのままなくなった、誰も使ってないみたいなものも結構あるし、で、まあ、そういったことに対して、非常に頑張って活動されている方もたくさんいらっしゃるのを見てきたんですけれども、その時にですね、やはり感じたのが、自分がやっぱり生まれ育った町に、対してやっぱり僕はやりたいということをですね、その時、感じまして、そこで外の世界で、まあ、日本国外でですね、そういった国際協力をやっていくというのではなくて、将来、自分が生まれ育った町を少しでも良くするために自分が関わることができたらいいなっていうふうに、思ってきました。で、その後ですね、まあ、サッカーの仕事について、行くわけですけれども、まあ、そういった中で奈良クラブがですね、2010年あたりにですね、前理事長の矢部がですね立ち上げて、その頃から少し、ずつですけれども、地域を盛り上げるためにやってくれている、人たちに対してサポートするということを僕自身もやってきていて、そして将来ですね、何か僕も奈良で、そういったことに関われるようにやっていきたいというふうに考えてきていました。で、その中で実は他の県になるんですけれども、まあ、最近ですね、昨今地方創生だったりとか、スポーツ、産業で15兆円だったりとか、さまざまな形で皆さんが地方をどうやって盛り上げるか、加速化している街をですね、スポーツだったりとか含めてどうやって盛り上げていくかということを皆さん、やられ始めている中で、僕ら自身も、地方でですね、合宿を、まあ、大会を運営して、人を呼んだりとか、地域の中学生のアカデミーを作って、寮で生活してもらったりとか、まあ、さまざまな形で地方創生に関われるようなことをやっていたんですけれども、そういった中で、まあ、2020年奈良クラブの代表になるということになりました。そこで思ったのは、やっぱり今まで見てきた中で地方をどうやって盛り上げていくかというところの中で、やっぱり今回も先ほど皆さんにこれまで援助いただいていろいろ助けていただきましてありがとうございますという話をしましたけれども、やっぱり一人じゃなくて、しっかりと自分たちがやりたいことを説明をして理解をいただいて、やっていくっていうことをやっていきながら、その中でも誰かが腹をくくってお金を出すということをやっていかないと、やっぱり物事って進んでいかないなということを感じていました。昨今ですね、まあ、どこのクラブチームでもサッカーも含めていろんなスポーツチームが、自治体はですね、なかなかお金を出してくれないとか、そういう話はありますけれども、やっぱり自治体が何かやってくれるということを、先待っているのではなくて、自分たちが動いて、やれるところまでやりきって、その中で少し助けてもらうということをお願いしに行くということが、今後の地方の発展とかを考えたときに物事を動かすことがあるとしたら、そういった形でじゃないとこのままだと進んでいかないなというふうに考えてきています。で、その中で、僕自身奈良のサッカークラブで、まあ、今 JFL という一番アマチュアのトップのカテゴリーにいますけれども、奈良県のサッカー界の中では一番上のカテゴリーにいるわけです。で、そこの代表に縁があってつくことになったので、自分で腹をくくるだけで皆さんを巻き込むことによって、もし皆さんが喜んでもらえる、皆さんに喜んでもらえる施設ができて、でそこで地域が発展したりとか、他のいろんな、なんていうか、イベントだったりとか、僕らがやってることを見て他にもいろんなものができたりとか、そういったことがつながっていくんであれば、僕は人生かけてやる意味があるなというふうに感じて、でも奈良学園大学さんの話があったときに、もう即決でお金をちょっとどうするか実はあんまり考えてなかったんですけど、やりますということで、で今回後ほど説明しますけれども、まあ、僕自身が普通に働いて返しきれるお金ではないお金を借りることになります。で、ただ、まあ、20年という期間でね、借りるんですけれども、その期間の中で、もしね、僕自身が腹くくってやりきったとして、
それで成功をもししたとしたら、これは一つの、奈良からのモデルとして他の地域にも広がっていくんじゃないかなとか、新たな地方創生のモデルとしてスポーツツーリズムを含めた部分ですけれども、形としてなっていくんじゃないかなっていうのが今、思っているところです。ただやっぱり今回、資金調達も含めて様々な方の助けの元じゃないとやっぱり動けないっていうのも事実で、そういった意味で奈良クラブの理念っていうところっていうところに立ち返るこの、文章ですけれども、サッカーを通じて奈良の未来を共に作ると、まさに、この文字がですね、今僕らが、やろうとしていることだし、ここから100年奈良クラブをもし続くとしても、この考え方というのは決してずらしたりとか、いじったりしてはいけないなというふうに、本気で思っています。だから奈良クラブはですね、サッカーですけれども、サッカーを通じて、あとスポーツですね、を通じて、市民、県民の皆様とより良い奈良を共に作っていくと。この、ライフハウス この地域、未来価値競争センター。実はこの競争というのと、僕らの、この画面に出ている競争という写真ですけれども、これ、合わせたわけじゃなくて、たまたま偶然一緒だったんです。でこれはですね、2016年に奈良クラブの選手たちが、これから奈良クラブをどうやっていくかということを考えたときに、競争を共に作っていこうということを彼ら自身で考えて、それをですね、サポーターが、こうやってフラグにしてくれたものを、試合のために掲げているんですけれども、そこと、今回の未来価値創造センターの競争センターも含めて、シンクロしているし、で今回の取り組みも共に作るということにまさにその言葉と一致するなというふうに、考えています。ちょっと前段が長くなりましたけれども、ちょっとパースに行ってもらって、手元に、このままにしてもらって喋るか、具体的にはですね、まずコンセプトとしては奈良クラブが考える地域を実現する場所とするというところです。地域交流の拠点であり、3世代の社交場です。今年の初めですね、 NHK さんのインタビューでも話させてもらったんですけれども、子どもさんが、いて、でおじいちゃんがフラッと毎日、何もないけど来る、おじいちゃんおばあちゃんが来て誰かでサッカーやってるのを見て顔見知りになって、なんていうか、そこで会話が生まれてっていう、なんていうか、地域が、他の地域の人たちをなんていうか、お互いに認識しながら、僕座った方がいいですか、立った方がいいですか、街を作っていくと、そういったことを考えています。また、そういったことを奈良クラブはその場所だけでやるのではなくて、こちらで産官学金連携と書いてありますけれども、やはりさまざまな、人たちに関わってもらいながら、少しずつそこを応援してもらうということを、作っていく、みんなで作っていこうということを考えています。だから、もちろん奈良クラブは将来 J リーグに上がるときに、J リーグの施設基準でクラブハウスだったりとか、さまざまな施設を作らなきゃいけないということがあり、そのために作っている部分もあるんですけれども、それを満たす一方で、本当の意味では、地域の皆さんに、大きく開放していって、誰もが意識せずとも、フラッと訪れる、そういったことを考える、そういった場所というふうに考えています。ですから、地域保育園だったりとか幼稚園などへの、子どもたちの運動会だったりとか、体育だったりとかに開放したり、地域の老人ホームだったりと、子どもたちの交流のイベントだったりとか、あとはですね、産後町を含め地産の農産物の販売だったりとか、寮食堂でですね、できる限り産後町を含む奈良県の食材を使ってそこを食べてもらうだったりとか、でこちらはですね、合宿所も併設されるので、県外から来た人たちがそこで奈良県の食材を食べてもらうと、そこに例えば奈良県の食材の紹介があったりとかすると、そこを知ってもらえるということもあります。あとはですね、この前奈良市にも本田圭佑さんが来られていましたけれども、やはりスポーツする、機会というのが
現在、奈良だけじゃなくて日本全国で減っています。スポーツテストも含めてですけれども、非常にやっぱり結果が悪くて、なんかスポーツが失われるんじゃないかというふうに僕はちょっと危惧しております。で、そこを考えたときに、なかなか場所がないということだけじゃなくて、ここの場所を使ってサッカー以外のスポーツ、そういったものを、ここでさまざまなイベントだったりとかスポーツ教室を開くことで、まあ、地域の子どもたちのスポーツ能力の、向上に、まあ、使いたいというふうに思っています。あとはですね、アスリート向けメニューとして、まあ、奈良県も当然、プロスポーツ選手出てますけれども、食っていうのは、すごく本当にアスリートにとって大切なものであり、でそういった、ことを考えたときに、奈良クラブのトップチームの選手が食べているものと同じようなものを、こういったものをプロは食べるんだという、こういった意識をして食を、まあ、取るんだということも含めた、啓蒙も含めてアスリート向けメニューだったりとか、でそういったものを地域の皆さんに食べていただいたりとか、子どもたちに食べていただくということも考えています。また、こちらの方ですけれども、県外から訪れた選手による、地域、神社仏閣という、社仏閣ですね、などへの観光、実はですね、奈良はですね、宿泊の日数、人数が少ないということが、課題としてずっと言われておりますけれども、この拠点はですね、合宿所として、県外から毎週さまざまなチームに泊まっていただくということを考えています。でサッカーのチームが試合に来たときに何があるかというと、試合は1日1試合か2試合しかできないわけです。そうすると間の空き時間というのはたくさんできて、5時間待ちとか6時間待ちとか正直あったりします。でそういったときに、よくあるのは、まあ、コーチがマイクロバスを、借りてどこかちょっと連れて行ったりとかすることがあるんですけども、奈良というのは、連れて行く場所がもうあり余るほどあるので、ここで考えているのが、合宿と、奈良の観光ですね、を組み合わせたパッケージとして、まあ、県外のチームだったりとか小中高の人たちに、来てもらって、三郷町の、まあのどか村行ってもらったりとか、法隆寺行ってもらったりとか、まあ、奈良公園でも、まあ、行きますけれども、そういった、まあ、パッケージとして、一つ奈良の観光というかスポーツで、観光スポーツツーリズムですねをやっていくということも考えています。また、こちらですね、まあ、子ども食堂というところで、まあ、スーパーだったりとか、まあ、様々な場所で、使い切れない食材だったりとか、賞味期限が迫っている、ような食材っていうのが、余っているところとかが あると思います。で、まあ、もちろん子ども食堂というのをやられている場所も当然あるんですけれども、サッカークラブとして、まあ、月に1回はここで開放して、普段なかなか食事できない子ですね、まあ、もちろんその、まあ、片親だったりとかして、家で冷たいご飯しか食べれないという子も対象ですし、さまざまな子たちがここで、食べてもらえるような、特にアスリート向けのメニューというふうに書いてある、まあ、があったりとかするので、まあ、特にその栄養素がしっかり入ったものを僕らの方で、作って提供するということも考えています。でまた、もともとこちらがですね、避難所として指定されている場所ではありますけれども、まあ、現状ですね、避難所として指定されているだけで、特に食料の備蓄があるとか、まあ、そういったわけではないです。ですから、まあ、ここはですね、当然三郷町との話し合いにはなるんですけれども、単に、避難所としての場所だけではなくて、食料を備蓄したりとか、であとここは、プロパンガスも、入ってますので、そういった意味では災害時にみんなここに集まってきて、もちろん宿泊もできるので、泊まれるような状況を作っていければいいかなと、そういった形でサッカーという、まあ、軸でこういった建物を作るんですけれども、それだけではなくて地域のあらゆるニーズに、応えられるようなものとして、使っていきたいと。でこれっていうのは多分スタンスの問題で、我々奈良クラブとしてそういうふうに使いますということをオープンに、伝えたときに、だったらこれやらせてもらえませんかというのが多分出てくると思うので、そこに、柔軟に応えていくということが今考えているところです。サッカークラブとしてとはいえ、我々奈良クラブはサッカークラブです。で、先ほども融資の話がありましたけれども、持続可能な事業モデルを
構築しつつっていうところがありまして、まあ、これ、お金返せなくなったら終わりなんで、持続可能な事業モデルを構築しつつ、日本を代表する選手を輩出するような、そういった、育成の拠点にしていきたいというふうに思っています。で、先ほど言ったコロナ禍においてスポーツの機会がなくなっているというところの部分だったりとか、含めてですね、その奈良県サッカーの、全体のレベル向上のことを考えると、やはり奈良県というのはサッカー、芝生でサッカーできる場所というのは非常に近畿の中でも少ない場所で有名です。ですから特に、リーグの地域リーグ、高校小中学含め、一部はさておき二部三部ぐらいになってくると全部土のボコボコしたグラウンドでやらないといけないことが起こっています。でそういった子どもたちが、スライディングをするとここは、ね、僕は皆さんサッカーやったことあって分かると思いますけども、怪我したりとか、でゴールキーパー大国と言われて奈良ですけれども、やっぱりゴールキーパーになりたくないっていう子が、ね、いたりとか、まあ、そういったことも考えるとやはり、ここをしっかりと協会とも連携、サッカー協会とも連携して公式戦だったりとかに使ってもらうことによって、サッカーの価値の向上にも、まあ、広がっていくかなと。またトレセン活動だったりとか指導者養成研修等にも活用していただきたいというふうに思っています。で、奈良クラブとしてはですね、選手の寮が、ここに入りますので、中学生高校生含めて最大46名、こちらの方で、生活して、まあ、中学は近隣の中学に通うとして、高校は県内の、公立高校、私立高校、まあ通信も含めてですけれども通ってもらうということに、なっています。で、次、事業の詳細となりますけれども、名前はですね、まだ決まっておりません。これをどういうふうに決めるかというのは、実はこの、施工会社がですね、ダイハウスさんとやることになっておりまして、で一緒にちょっと、どういうふうに考えていくかというのを今相談しながら、これからどうやるかということを決めている段階ですので、現時点では未定という形になっています。で所在地は、先ほどお話があった通り、奈良学園大学の元グラウンドですので、奈良県駒込3号町瀬谷認知6人の4という場所になります。でスペックとしては中、人工芝のフルピッチの、人工芝フルピッチ105m×68m、これはサッカーの公式戦がやれる大きさとなっておりますので、各種公式大会に使われる形となります。あとフットサル場一面 38m×17.5m、 こちらはですね、できる限り地域に開放することを考えております。まあ、もちろん練習場もそうなんですけど、ね、まあ、フットサル場は特に、ちっちゃい子どもから、皆さんに皆さんに使っていただきたいなというふうに思っています。でクラブハウス寮合宿所とありますが、合計で 356.4坪、この大きさでですね、1階は奈良クラブのトップチームが使うロッカーだったりとか、風呂だったりとか、フロントの事務所だったりとか、まあ、様々な、クラブとしての場所で、2階がですね、ごめんなさい、1階に食堂も入ります。で2階に、合宿所と、寮と一緒に、あと寮館が入る場所が一緒になった、施設となります。でですね、現在ですね、地区計画というのを、三号町の方で作っていただきました。でその中で、この後ですね、開発許可申請というのを、行うことになっています。で、順調に進めばですね、2022年の5月には現状のものを撤去する作業が入り、そこから、開発許可が出た、暁には、工事着工、まあ、正式着工となり、2023年の1月に竣工予定となります。ですから来期の、2023年シーズンの開幕は、この場所で、クラブとして活動を始めるということを考えています。ですから、まあ、今年ですね、奈良クラブがしっかり頑張って、J リーグ昇格できれば、J リーグ元年、J3 元年を
新しい拠点で迎えるということを、そのタイミングをなんとか合わせたいなというふうに思っています。で、第1期工事としてはグランドクラブハウスとですね、合宿寮でありますけれども、でここをパースではパースでは店舗棟が書いてありますけれども、こちらの方は店舗棟は2期工事となります。ですから、まあ、2023年の1月時点ではまだこの店舗棟はなくて、そこから新たに、作ることになります。まあ、状況を見ながら1年以内にはできればなというふうに考えてますけれども、まあ、こちらについてはまだちょっと資金調達は、やっておりませんので、どういう形でやるかというのは、まだ不透明の段階ですけれども、構想としてはこのような構想でやっていきたいと考えています。で、トータルの資金がですね、第1期工事総工費、まあ、あのグラウンドの取得から、建物含め店舗等以外ですね、でトータルで 7.4 億ぐらいを想定しておりまして、全ての、この 7.4 億について、含めて、大和信用金庫さんと、奈良クラブでの資金を、一部、使って作る予定となっております。で、20年かけて返済予定ですけれども、大体ですね、年間の売上高としては1億から 1.5 億程度を、見込んでおります。ですから、まあ、すごくでかい割には大したことがない売上なんです。スポーツというのは、まあ、そんなに大きな、売上が取れるものではないんですけれども、これぐらいの売上を見込んでおりまして、ただ年間の宿泊者はですね、延べで4200人ぐらいがここに宿泊して、で、施設利用者は年間15万人程度を、見込んでます。もちろんそれは延べなので1人が何回も使ったりとかっていうのはあるんですけれども、それぐらいの、人数を見込みます。ですから、まあ宿泊者数が4200人仮にいるとしたら、まあそこの中でどれぐらいの割合の方が、奈良の観光に行くかはちょっとわからないんですけれども、できる限り多く奈良の中の観光に、連れて行って、地域にお金を落としてもらうというところをうまくですね、設計していきながらやっていければなというふうに考えております。以上ですね、長々と話させてもらいましたけれども、今回のプロジェクトの概要になっております。ご清聴ありがとうございます。お願いします。今もう一枚いきます。ありがとうございます。